2021年6月のラジオスタジオ75スモールサークルフレンズの東力とさつきです。パノラマファミリーでフレッシュ SCOF リミックス聞いていただきました。はい、6月上旬にこのパノラマファミリーフレッシュ、うん、SCOF リミックスがリリースされました、うん、ゴメス君ですね。はい、はい、去年そのパノラマファミリーのアルバムがリリースされて、うん、その中のこのフレッシュの曲のバックトラックが我々で、うん、はい、まあ、ビートをそのまま渡すみたいな、パラデータで渡すみたいな感じで、うんうん、ね、はいはい、まあ録音とか、うん、ね、そのミックスとかはまあ、ツッチーさんだからさ、ツッチーさんやっぱ、まあ、あくまで、うん、その曲のアレンジっていうか、うん、ボーカルアレンジとかまでは関わってないって、うんうんうん、でそして出来上がって、うん、そのアカペラをもらったんですよ、うん、そのそうそう、もらったっていうか、なんかね、僕がそのビートを、うん、もうビートを提供したのも随分前だから、うんうん、でまあ、それでリリースまで時間かかった曲だから、結構時間あったよね、うん、その時はちょうどバンドキャンプでラップローンチとかリリースしてた時で、アカペラ、じゃあこれアカペラちょうだいって言って完成したら言ってたんで、でアカペラもらって、アカペラっていうかまあボーカルデータもらって、でしばらく置いてたんですけど、5月の半ばかな、急になんかやることなかったっていうか、うん、なんかこう遊びで、うん、いろいろそのボーカルトラックに合わせて、うん、アカペラに合わせていろんなビートをミックスしてたんですよ、うんうん、作りためてる中、うん、ストックから、うん、でその中で2つ合いそうだなっていうのがあって、うん、そこから発展させて、うん、完成させたんで、うん、うん、まあゼロから作ったっていうことはではないけれども、ね、作ってみて、うん、あ結構いいなと思って、うん、でそれも2つもできたから、うん、でゴメス君に送り返して、送り返すっていうか、うん、送って、うんうん、まああとはご自由にどうぞって言って、うんうん、そしたら、うん、レーベルに相談しますって言って、うんうんうん、でそしたらね、トントントンと話が進んでリリースになった、うんうん、それもこれも今っぽいのかな、そのスピード感で、ね、デジタルがゆえに、うんうんうん、ストリーミングゆえのスピード感なのかもしれないですけど、うん、まあまあね、考えてみたら作る方もそうだしね、コンピューター内で例えば完結させれたりとか、まあまあ多少そのアナログな機材を使ったりとかもしたりとかするけど、うん、時々かもしれないけれど、うん、いいと思うみたいね。まあね、うんうん、分かる分かる、うんうん、そういうなんかスピード感がいい時もあれば、そうだね、まあちょっとなんかなんていうの、安い時もあるよね。分かる。先月の放送で、うん、7号マスク、はい、リリースしますよ、はい、売り出しますよ、作りますよっていうのを言って、はい、その翌日か多分その日の夜かなんかに多分アップしたんだと思うんだけど、うん、あのインスタでは、うん、これこれこうこうって言って見せたりとかしてたんだけどさ、うん、それがそのままオンエアに載ってて、うん、ラジオを聞くと、うん、ここがこうなってですねって言ってるのがすごい面白かった。いやもうそれは生かしにしましたね、うん、面白かったね、うんうんうん、で合わせて、うん、その時かな、もっと前かな、うん、から言ってた、うん、リスモサ、うんうん、リスモサ計画、リスモサもね、うん、ちょうど昨日ですか、はい、今これ収録してるのの、はい、前の日にアップしましたよね、うん、まだね実は誰にもお知らせしてなくて、うん、改めて紹介すると、前回前々回も話した、スモサの、まあ、T シャツ今まで
ずっと歴代 T シャツを東さんが、ライブで着ている、ライブだけで着ていた T シャツが、まあ、要は仕事着ですねT シャツがずっと歴代あって、でそれをずっと今あのスタジオ7号改造計画でいろんなものが掘り起こされ発掘されているんですが、まあまあ T シャツもまあじゃんじゃん発掘されていて、でそれを東さんがまたなんかこうずっと着ていくには無理なくらいの数になって、はい、でそれだったらなんかこうなんかこうね再生して、うん、みんなが着れるようになるんだったらいいなと思って、うん、それをリスモサっていうあの名前にして、うん、ネットストアスモサの SGF75 でストアかショップでググってもらうと、まあ私たちのリンクに行けばどこでもあるんですけど、もうすでに上がってます。はい、はい、でもちろんあの東さんサイズ M サイズで、全て1点、でたまにまれに東さんマーク R のマークがロゴが必ず入ってて、生地も全部違うっていうか、要はその時その時1枚ずつしかない、まあ、見てもらえば分かるんだけど、うん、だ今後とりあえずまあ今回が第一弾っていう感じで、うん、発掘されたものを出しましたけど、うん、きっと私のやつも発掘されると思うので、うん、まあ、そう発掘されたら、うんうん、それも出していこうかなと、それだけじゃ面白くないから、うん、今ハンガーある稲妻7号と、はい、7号レコードと、波寄せての、あの鳥と一番最新 SCOF スタジオ7号って書いてる、うん、この4つの版をプリント、ね、どこでも好きなところに上からがっつりプリントするよっていう、うん、だからそこら辺はあれだよね、新しいよね、うん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 、でもそのプリントいらない人は、うん、そのままでもそのままでもいいよってこと、ね、うんうん、もちろん、うんうん、だからそのままがいい人はそのままで、うん、だメモ欄に、書いてもらうと、うん、まあ、ストアのそのあれには、説明にも書いてるんだけど、いらないんだったらいらない、うん、あと場所とか好きなとこがあったら言ってもらって、うん、でもう分かんなかったらサツキお任せって書いてもらったら、うん、いいですよって、さつきお任せになったらどうなるか分かりませんよみたいなね。いやでもお任せが一番面白いんじゃないそうだね、どうやってどう返ってくるかね、いわゆるその作品と捉えるならば、うん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 、やっぱりさつきさんの考えるベストなものを欲しいんじゃないかな、うん、たら嬉しいけどねでもね実際ね、竹ふめらの長袖が1枚あるんだけど、うん、それはもう着ないかなとか思ってるから、うん、違うプリントをするときにインクの試し書きをしたりとかしてるやつがあるんだよね、うん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 、あれとか面白いなって、うん、まあ、見てて思ったんですけどね、うんうん、そうね、うん、まあ、マスクとそういうリスモサティーを、まあ、今後、また出して、あとは7号クローズも新作、うんうん、ようやくですね、スタジオ7号もですね、写真が撮れるような感じになってきたので、まあ、今後そういうことをいっぱい上げていってやっていきたいと思っています、うん、先月ですね、初のズーム飲み会ならぬ、うんうんうん、LINE 飲み会をしたと、うん、まあ、そういうねことをいろいろお話しましたけど、うん、はい、6月の頭にですね、うん、ズーム飲み会をしました飲み会をしましたってなんか東さんが開催したみたいだけど、うん、まあ、開催してくれてみんなが、うん、何スモサ元気かなって心配してくれて誘ってくれたね、うん、そうですね、まあ、お邪魔しました
おかしい。だから前回の LINE じゃなくて Zoom だったんで、うん、まあその私の、目標はここで達成されたんですけど、うん、意味が分かんないみんな誘ってくださいよ。で前回のねその、うん、カメラ越しの飲みですけれども、うんうん、反省したんですよやっぱり、うん、酔っ払っちゃったな。何なんだろうね、記憶ないな。本当に意外と意外と記憶ないなって。え、そうなの。うん、そうなんだ。で今回は気をつけようと思ったんですよ。うん、うん、やっぱり記憶ないんだよねなんで、なんでだろう。楽しかった。うん、ちょっとなんとなく、顔も映ってるし、うん、ちょっとなんていうかな、こうナーバスになって飲みすぎたあーナーバス、あーね、そうね、うん、逆にねナーバスっていうちょっと、うん、意味の捉え方もあるので、まあ、まあ緊張したりとか緊張するよね、うんうんうん、人前に出る感じもね、うんうんうん、人と会うね、うん、そうだね。実はその日すごく飲みたかった、まあ、全部かな全部かな。そう、まあ、興奮はしたよね。興奮はしてるよやっぱり。そうだよね、うん、みんなそうだよきっと、うん、やっぱり、うんうん、人とね、お話ししながら飲むって言ったらさ、うん、嬉しくてしょうがないわけよ面白いのが、うん、なんだなんかこうさ、ちょっと音楽の話とかさ、うん、なんかこう何か固いってこともないけどしようとこう話が盛り上がっても全体的に脱線するっていうね、うん、あれはやっぱこう飲み会的なこうなんていうデフォルト感があるのかね。そんな感じでした私飲まない。シラフのさつきさんから見てシラフからずっと皆さんがこう酔っ払っていくわけじゃない、うん、その様子、まあ、それはほらズーム飲み会とかそういうインターネット越しだけではなくて、うんうんうん、まあ、リアルに普通に例えばバーミュージックとかでも、うん、いろんな場所でもクラブとかでも見るんだけど、うんうん、だインターネット越しでも同じだなってことでしょ、うん、そうそうそう、うん、まあね、そう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 、まあ噂は聞いてたんですよ。なんてネット越しの飲み会だと、うん、家に帰る作業がないから、あー飲んじゃうってね、うん、飲んじゃうよってより飲んじゃうよって聞いてたんですけどね。そのほら今クラブハウスとかもあるしね、うん、やってツイッターとかもねスペースとかあるんだけど、うん、なんかこうモデレーター、まあ、主催の人が、うん、寝ちゃったっていう、うん、そのまま開きっぱなしっていうのもよくあるらしいから、うん、ズームもあるらしくて、それがなんかお酒が入っちゃうと、うん、まあ、全員がそういう状況になるっていうのは、うん、でもそれはあるよね。だってゴロンと慣れるところにいたりとかするんだもんね。そうだね、うんうん、まあすごいね。何が言いたいかっていうと、はい、結構楽しいです楽しいので、楽しいらしいですよ、まだこうなんていうの、ネット越しに顔見ながら飲むっていうのに飽きてないんで、うん、他にも誘っていただける方いたらぜひ。そういうことなのね。お誘いのなんかお知らせなのね、うんうん、誘ってねって。ああ、わかりました。宇都宮にあるレコード屋さん、はい、スノーキーレコードっていうのがね、はい、スモールサークルフレンズも2回ライブしたの。2回だっけ、3回じゃないの、2回か。2回ね、なんかね、もうものすごく行ってる気がするんだよね。行ってる気がするね。もうね、うん、あそこはね、うん、ダメです、うん、そうね、もうね困るよね。もうライブする気をなくします、うん、レコード屋さんなんだけど、その奥がカフェになってて、ライブスペース、まあ、DJ スペースクラブになってみたいになってて、ね、最高なんですよ、うん、で三助さんっていうね、うん、オーナーがいて、うん、まあ何
日本の DJ 界では有名を有名なんだよね。っていうかみんな知ってるよね。サンスケさんのこと。うん。P.O.P. も。まあ宇都宮っていうこともある。そうね。あと達夫さんはどこだ。でも達夫さんも結構。そうだよね。達夫さんと一緒に行ったのどこだっけ。あれどこだっけ。ひどいよね。ひどいね相撲さん。うん。うん、まあそんなね宇都宮のスノーキーレコードの三助さんから、胡椒、すっごいいい香りの、カンポットペッパーって言って、フレーバーっていうか香りがものすごくいいのね、希少価値の高い、まあね行きたいですよ。そうね、スノーキーレコードに行けばこれ、スパイスも買えるしネットでも買えるし、はい、まあ家の中にずっといますけど、楽しんでますよね。楽しんでますよね。いや本当ね、いやもうなんかね時間がないんだよね。ないね。毎日。うん、もうあもうもうおやつの時間みたいな。うん、もう暗くなっちゃったみたいな。うん、あっという間だね。うん、7号の時間早くアップしなきゃとかさ。うん、ねえ探偵さん、いやさもうずっとこんな感じでさ毎日が過ぎていくわけじゃない。朝起きてご飯食べてなんやかんやして、夜になったらこうやってお酒飲んで酔っ払ってそのまま寝てって、その繰り返しじゃない。なんかささすがにさ、ちょっと嫌になってくるよね。いやいや、かといって、どこかに行きたいとか、パーティーしたいとか、具体的に何したいってのはないんだけどさ。いやまあ、それでもなんというか、変化っていうのは必要な気もしてくるんだよね。まあ、あとは、いろんな人に会いたいよね。電話やネット越しじゃなくてさ、実際に会っておしゃべりしたくない？探偵さん。あ、そうか。探偵さん、友達とかいなかったですよね。あ、いや、ひどいこと言っちゃったかな。でも、本当のことだよね。あ、これもまた、いや、その、探偵さん、怒った？怒ってるよね。ねえ、探偵さん、寝てるの？はあ、おやすみなさい。キングオブコンビニエンスで、Love is a Lonely Thing、聞いていただきました。はい。はい、出ましたね。もうね。アルバムがね。もう幸せですよ、私。ほんと。ピースオアラブ、はい、私もですね、はい、ちゃんと聞いてなかったんですよ、キングオブコンビニエンス。今までアルバム単位で何曲か知ってるって感じで、このレコードのこの曲知ってるぐらいの感じだったんだけど、アルバム通して聞いててとてもいいなと、だからここ3ヶ月、ベニーシングスのアルバム、キーファーのアルバム、そしてこのキングオブコンビニエンスのアルバム、ずっと聴いてますよね。まあもうね、聴いてますね。出たら出た時からずっとどれも聴いてますね、キングオブコンビニエンスは昨日、おととと18日かな、発売だったんだけど、その前2週間ぐらい前に発表、3週間前かで1曲上げて、でその上げた後3日後ぐらいにアルバムジャケット、もうたまらん感じでしたね、なんかさつきさん見てましたよね、リリース、なんかね、リリースパーティー、リスニングパーティー、確かに、やっていて、まあ、突然始まったんだけど、突然ってことはないんだろうけど、どっかでお知らせされてたかもしれないけど、で外で、みんなマスクしてないんだよね。マスクしてないし、だけどそれはね、話しているの
のが、まあ、そのワクチンが、まあ、しっかり行き渡ったし、まあ、かといっていい、ね、部屋の中でするのは、うんうんまあ、危険だから、うん、外で、うんみんなで、うん、聞きながら、うん食べながら、うん、飲みながら、うんうん、だからみんな少しずつ少しずつ離れてるのが分かるんで、うんうんうん、ポツポツと。でもインスタライブがずっとあってて、うん、それはね多少20分ぐらいは、うん、キングオブコンビニエンスのインスタグラムにアーカイブされてたんだけど、うん、でもずっと見てたんだけど、うんうん、まあねもうなんかね何にもしたくなくなっちゃったね。ああ見てたら。本当。演奏はしてないんでしょ。してない。うん。うん、ずっと話してる。ああみんなと話してる。うん。うん、あとなんかこうエンジニアの人がいたりとかして。インタビューみたいな。インタビューってことはないけど紹介してたりとかして。うん、すごい良かった。まだリリースしてないけどさ我々も。うん。リリースパーティーしたいよね。いやなんかねもうほんとしたいよね。できるかな。だからねもうほんとなんかね、まあ、こうどうかな、こう知見的にもわからない部分はまあ今でもいっぱいあるんだけど、うん、だけどなんかね今の状況だったらマスクして外でってなるとんなんとなく大変だ急に大変な映画、ね、まあね全員が、まあ、全員と言わずともどうにかねみんながねそういう状況になったら、うん、じゃあまあ私たちのリリースだけではなくて、うんまあね、いろんな人をね、うんうんうん動き始めれる、うん、まあネット上で何かネット上でっていうかうんそれはねもう考えうることは、うん、さっきの東さんのズームのみじゃないですけど、うん、それの拡大版みたいな、うん、拡大版もっといいやつそういうことはもういっぱい考えられるんだけど、うん、うん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 そうねうんやろうと思います。いやほんとねキングオブコンビニエンスのなんかあまりの良さに、うん、なんかこうその自分の作品が嫌になったとかなんかこう新しくするのがどうこうとかもうそういうことでも全然なくてもう本当にいいなと、うん、もうなんか何にもしたくなくなっちゃったと思っちゃう、ねうん、今回オンエアした、うん曲のあれ PV になってないんだと思うんだよね。インスタだけなのかな。YouTube に上がってなかったから、うん、インスタに上がってるんだけど、3人の3分割になるやつで、うん、ぜひみんなに見てほしいんだけど。うん、まあもうね、ほんと、うん、あれでもう十分だもんね。いやもう十分ですね。うんそろそろおしまいの時間です。はい。みんなは、CD やった方がいいよね。CD。あった方がいいです。7インチアナログあった方がいいよね。あった方がいいです。何これ。サブスクは、もちろん上がってた方がいいよね。僕はいらないです。バンドキャンプはもちろんあげますよね。バンドキャンプ大好きです。何これ。うん、これ皆さん聞いてるの？そう。ラジオの聞いてる皆さんにも聞いてるんだけど。まあ、CD、レコード、はい、バンドキャンプ、はい、そしてサブスク的なストリーミング。はい。この4つを全部するか、はい、いくつかするか、はいうん、っていう選択だよね。
そうですね、うん、フィジカルって大変ですね。まあでもフィジカルがないとさ、うん、そのスモールビジネス的には、うん、そうなんですよ、成り立たないっていうのがあるんです。ちょっと変な話なんですけれど、うん、まあ、このパンデミックか、うん、要は、まあ、いわゆるインディーと呼ばれるような人たちは、うん、CD があったからよかったっていう、ね、CD っていうものを売れたっていうことが、売るものがあるっていう、うん、それは大きいね、うん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 、という感じで1時間お送りしました。スモールサークルフレンズの東力とさつきでした。また来月。